先ほど選挙の開票結果が出まして、2万2761票ということで、本当に自分の想像、想定を上回るたくさんのたくさんのご負託、ご信頼をいただきました、浪人をずっとしてきた私に、これだけのご信頼いただけたというのは、本当に身が引き締まる思いです。同時に やらなければいけないことがたくさんあって人口減少という問題もそうですし今アフターコロナからの経済社会活動を戻していくということもそうですしえもちろん外朝日課の問題もありますけれども本当にやらなければいけないこと山積みですえそこにしっかりとまた明日からその仕事をさせていただけるチャンスをいただけたということで頑張りたいと思いますしえ今回あの僕は完全に無所属ということで選挙をやらせていただきましたので。 え、今回当選をされた若手の方々、いろんな政党の方々とも協力をして、まあいろんなお話をしながら、秋田の政治を前に進めていけるように、まあその一躍を一億を担いたいなというふうに思っています。気を引き締めて、原点に帰って初心に帰って、また頑張りますので、よろしくお願い申し上げます。秋田も変わろう、沼谷淳です。よろしくお願い申し上げます。